作業をするラーフェンスブリュックの助手たち、1939年地図、ラーフェンスブリュック強制収容所は、ナチスドイツの強制収容所の一つ。主に女性を収容していたことで知られる。ドイツ東部ブランデンブルク州のフィルステンベルク市の近く、ベルリンから北に80キロメートルほどの場所に存在していた。総計12万人以上の女性が収容され、6万人以上が、 死亡したとみられる。ラーフェンスブリュックに残されるビリー・ラマートとフリッツ・クラマー政策の記念碑二人の女性、1938年末にフィルテンベルクにラーフェンスブリュック強制収容所の建設が開始された。建設作業にはザクセンハウゼン強制収容所の囚人たちが借り出された。1939年5月13日に最初の囚人としてドイツ人。 女性860人、オーストリア人、女性7人がここに移送されてきた。さらに6月29日に、ジプシーの女性440人が移送されている。ポーランド占領後の9月23日以降、ポーランド人女性の移送もされてきた。1939年の末の時点で収容所には1168人の女性囚人が収容されていた。その後、 第二次世界大戦によるドイツの領土の拡大に伴い、どんどん収容者数が増加する。最終的には総計で23カ国12万3000人もの女性がここに登録された。他の強制収容所と同様、収容所の周囲は高い壁と高電圧鉄条網に囲まれ、機関銃付きの監視等が囚人に睨みを聞かせていた。囚人バラックの数は当初16棟だったが、 収容者数の増加に伴い最終的には32棟にまで増設されることとなった。基本的にラーフェンスブリックは女性用の収容所であったが男性も収容されることがあり男性は女性とは別の小収容区と呼ばれる場所に収容されていた。1944年末には病人を処理するためにガス室が設置された。1945年4月初め 新英隊全国指導者のハインリヒヒムラーとスウェーデン赤十字社の協定に基づき囚人の交換輸送列車でのスイスへ移送が開始される。またラーフェンスブリュックの労働分隊は他の収容所へ向けて死の更新を行わされた。1945年4月30日にソ連赤軍がここに到着した時助手はフランス人女性数名だけであったという。 一方男性収容区には死体400人、生存者400人ほどが残されていたという。もっとも生存者たちも飢え死に寸前の状態であったという。犯行や失態をした囚人には女性だからと手心が加えられることはなく他の収容所と同様に罰が下された。オーダーや犬に襲わせるといった虐待は日常茶飯事だが他にも様々な罰が存在した。 棒で殴りつける棒打ちは犯行や失態の重さに応じて25回、50回、75回の3つが定められていた。50回の棒打ちに処されたものは致死率が高かった。75回はほぼ確実に絶命した。ポーズと呼ばれる罰も存在した。囚人を直立不動で長時間立たせる罰だが、食事抜き、親衛隊員からのオーダーを伴うこともある。 厳しいものだった。また、懲罰ブロックも存在し、ここに収容されると特に激しい肉体労働や、糞尿処理、死体処理など苦痛な作業に回された。ラーフェンスブリュックでの処刑は、公主刑、銃殺、毒殺、合殺で持って行われた。公主刑は天皇の際に全員が見ている前で、執行された。死体は1日以上吊るされて、晒し者とされた。銃殺は、 死体焼却炉のそばの銃殺刑襲の通路と呼ばれる場所で行われていた。また医無室に運ばれて毒殺される例もあった。1944年12月から毒ガスによる殺害が始まった。ガス処理の対象は主に病人ブロックの者たちであった。ガス室への移送をラーフェンスブリュック収容所ではミッドベルダ収容所へ移送をと記載している。ラーフェンスブリュックでは 女性囚人を使った残虐な人体実験が行われていた。1942年8月から1943年3月にかけて、新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの主治医である新衛隊高官の医師、カール・ゲップハルトは、ラーフェンスブリュックの15歳から25歳までの若い、ポーランド人の娘たちを収容所に用意させて、彼女たちの体を切り刻んでは、筋肉、 神経、骨の小片などを集めた。切り裂いた傷口から様々な細菌の培養液を注入する実験も行っていた。ゲプハルトたちは少女たちの激痛などお構いなしに骨が見えるまで切り開いた傷口に手で触れて見学していた。1945年1月には120人から140人のジプシーの女性たちがホルストシューマン博士、 パーシバルトライテハカセラによる不妊手術の実験に使われた。加藤人種の女が子供を産めない体にすることを目的としていた。実験に使われた者の,のうち最年少は8歳の少女だった。ほとんどの女性は実験で死亡した。生き残った一部の者も,のもガス殺されたとみられる。ありがとうございます。